ジョセフィン・ベーカーはアメリカセントルイス出身のジャズ歌手、女優である。フランス語読みでジョゼフィーヌ・バケルとも呼ばれる。生まれた時の名前はフリーダ・ジョセフィン・マクドナルド。1937年フランス国籍を取得している。黒いビーナスの異名を取った。ジョセフィンはユダヤ系スペイン人のドラマー、エディ・カーソンとアフリカ系アメリカ人の選択肢の キャリー・マクドナルドとの間の死生児としてミズーリ州セイントルイスで生まれた。彼女は非常に貧しい環境の中で育つ。1917年7月2日、彼女はセイントルイスで人種差別を経験して、これが彼女が後に人種差別撤廃運動に熱心に肩入れする背景となる。13歳で母親によってかなり年配の黒人男性と、 結婚させられるが数週間しか結婚生活は続かなかった。その後家で。1921年、彼女は鉄道車掌の黒人ウィリー・ベイカーと結婚し、1925年に離婚するが、この名字を彼女はその後もしばらくの間使用している。レビューに出演していた頃の写真彼女のキャリアは16歳で、 フィラデルフィアのスタンダード劇場でのデビューから始まる。その後すぐニューヨークに行き、ちょうど半年間アメリカを巡業していたボードビルグループに参加。1923年から1924年、ニューヨークのでミュージカルコメディシャッフルアロングでコーラスガールの役を得た後、黒人のレビューグループチョコレートダンディーズのメンバーとなる。 ニューヨークのプランテーションクラブに出演した後、1925年10月2日、パリのシャンゼリゼ劇場に出ていたレビューネグロに加わることになる。このダンスで彼女は初めてチャールストーンを目の当たりにしたパリの観客をたちまち虜にしてしまう。舞踏ジャーナリストのアンドレル・ワンソンは、ジョセフィンは不格好な黒人のダンサーだと思ったらとんでもない、間違いで彼女こそ、 詩人ボードレールが夢に見た褐色の女神と熱狂して、サ時を送り、アーネスト・ヘミングウェイは、これまで見たことのある、最もセンセーショナルな女性と称えた。デビューネグロは、さらに、ブリュッセル、ベルリンでも公演を行い、ドイツでは、ベルリンのクアフィルステンダムのネルソン劇場で1926年1月14日に、ドイツでの初演を行っている。 1926年から1927年、彼女はまさにホリー・ベルジェール劇場のスターだった。彼女は、ルイ・ケイ・ナシャンの二つのレビューに出演、バナナを腰の周りにぶら下げただけという有名な衣装で踊った。1926年の末にベーカーは、それまでベーカーのショーの美術を手伝っていた、シチリアの遺宿、ジュゼッペペ・ピート・アバティーノと結婚して、世間の話題を一心に集める。 アバティーノはディア,アルベルティーニと自称していたが、ベーカーの恋人兼マネージャーの役についていた。ジョゼフィン・ベーカー改め、ジョゼフィーヌ・ディアルベルティーニとなったベーカーは、最初にヨーロッパの貴族としての名を持ったアフリカ系アメリカ人女性ということになった。当時ベーカーは、ラングストン、ヒューズや、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイなど同時代の作家、画家。 彫刻家にとっての美の女神、大衆にとってのセックスシンボルとなった。想像を超えたエロティックな衣装と踊りのために、ベーカーは、ウィーン、プラハ、ブダペスト、そして、ミュンヘンの劇場で出演を禁止されてしまう。それほどまでにベーカーはセンセーショナルな存在になったので、ある。アルジェリアのオランにてまた、建築家のアドルフロースは、1928年に、ベーカーのために、 白黒の大遺跡の正面玄関を持つ家を設計したが、それは実際に建築するまでには至らなかった。東ヨーロッパと南アメリカ公園旅行の後、ベーカーは今度は歌手としてもデビューを果たす。二つの愛、ハイチ、可愛いトンキン娘、可愛いベイビーは彼女の最も成功した歌である。彼女は映画にも出演し、南海の女王、裸の女王、そして、 タムタム姫で主演をしている。たちまちにして、フランスで最も成功したアメリカ人となったベーカーは、そのために人種差別のひどい祖国アメリカでは人種的な差別、偏見に人一倍さらされることとなった。1936年にアメリカでジーグフェルド・フォリーズのショーでメンバーから外され、それにショックを受ける。また私生活でもあまり幸福ではなかった。アメリカにおける 人種差別に嫌気がさしたベーカーは、1937年に、フランスの市民権を取得する。1949年、1951年、1939年9月に、始まった第二次世界大戦の最中を、ベーカーは、ドイツ軍に北部を占領され、南部に、新独政権である、シー政権が樹立されたフランスと、その植民地であった北アフリカのアルジェリアで過ごした。 ベーカーは自由フランス軍の前面に出て、レジスタンス運動や秘密情報部の活動に携わった。ベーカーはまた飛行士の資格も取得し、自由フランス軍の注意になっている。戦後これらの功績により、レジオンドヌール勲章などを授与された。ベーカーは第二次世界大戦後もフランスで生活していたが、1950年代にはアメリカの公民権運動の支援に手を貸している。 また、ベーカーは、様々な人種の12人の孤児を養子とし、しばしば経済的な危機に瀕しながらも、フランスの孤城で生活を共にした。エリザベス・サンダース・ホームの沢田美希とは同志かつ、親友と呼べる間柄で、養子をサンダース・ホームから譲り受け育てると共に、来日した、際の公園収入をホームに寄付するなど惜しみない、援助を行っている。1951年に、 ニューヨークのナイトクラブに客として入店しようとしたベーカーを店が拒否するという人種差別事件が起きた。この時、たまたま店に居合わせて店側に猛然と抗議するベーカーの様子を見た映画女優のグレース・ケリーは初対面の彼女をかばって一緒に店を出て自分のパーティーが終わるまで店に戻らなかった。これがきっかけで始まった二人の交友はケリーが その後もなココーヒ費になってからも長く続くこととなり、ベーカーが経済的に危機に陥った際に、ケリーが援助したりした。1954年4月11日にエールフランス機でパリを出発。4月13日午後8時半に羽田空港に到着し、来日を果たした。4月19日長崎市、4月20日佐世保市、4月21日福岡市、 4月22日名古屋市と各地でのコンサートに出演。4月23日広島市で公演。原爆死没者慰霊碑に参拝。4月25日から29日まで東京都帝国劇場。5月1日には京都の八坂会館で公演を行い人気を博した。また5月2日から3日まで宝塚大劇場でも公演を行った。 1956年にベーカーは舞台からの引退声明を発表したが、1961年には早くもカムバックし、1973年にはニューヨークで行われたカーネギーホールでの公演で大成功を収めている。またこの頃ベーカーは1950年代後半からアメリカで活発になった人種差別撤廃運動、いわゆる公民権運動に協力し、 1963年8月にマーティン・ルーサー・キングの呼びかけで行われたワシントン大行進にはハリー・ベラ・フォンテやマーロン・ブランド、チャールトン・ヘストンらと共に参加している。1975年4月8日にフランスのパリでベーカーの芸能生活50周年を祝うショーの初日の公演が行われた。その直後に脳一血に襲われ4月12日死去した。 ベーカーはモナコの墓地に埋葬されている。ベーカーは数多くの自助伝を執筆し、その都度キャリアや家族のことについて食い違いを見せている。ベーカーはフランスの戦没者慰霊碑にその栄誉を称えられた最初のアメリカ人でもある。数奇なベーカーの人生は映画、TV ドラマ、舞台劇でもしばしば取り上げられている。ベーカーは6度の結婚を経験している。 最初は、鋳物工場の職人ウィリー・ウェルズ、列車のポーター、ウィリアム・ハワード・ベーカー、ジュゼッペ・ペピート・アバチーの、フランスの製糖業界の大物、ジャン・リオン、フランスのバンドリーダー、ジョー・ブイオン、そして、アメリカ人のアーティスト、ロバート・ブラッドレイの6人である。前、グウェンドリン・ヘンダーソン、コロニアル、ポスト・コロニル、アンド・ダイアスパーク・リーディングス・オブ、 ジョセフィーヌ・ベイカーズ・ダンサーパフォーマンスアーティスト、ラス・ゴンザレス・オリビア・ジョセフィーヌ・ベイカー、イメージアイコン、アーカイブド25オクトーバー2009アット、ザ・ウェイ・バック・マシン、ABC ・コノミア・ラチョ、ジョセフィーヌ・ベイカー、エーシャントゥーズ&、エーファイター、ゾウホ・ヒロシマの記録。ありがとうございます。